写真拡大。今季限りでの現役引退を発表したランディ・メッセンジャー投手38が18日兵庫西宮市内のホテルで引退会見を開いた。以下会見用紙。会見場に姿を見せると詰めかけた報道陣に驚き、日本語で OK、さよなら、お疲れ。冒頭で自ら阪神タイガース背番号54番ランディ・メッセジャー、今年が最後の年になりました、会うことがないかと思うと本当にクレイジーな感じがします。プロ21年、日本で10年間いろいろありました。まずは阪神タイガース、こういう機会を与えてくださったチーム球団関係者の皆様に感謝を申し上げたい。この10年でお世話になった監督、コーチ、首脳陣の方をはじめ、トレーナーの方々、球団スタッフ、チームメイト、僕のボールを受けてくださったキャッチャーの方々、お世話になりました。本当はまだやりたい気持ちもありますが、自分の体、腕がもう潮時だと言っている。今がその時かなと思い決断しました。そして妻ベネッサにも感謝したいと思います。こんなにこの場が難しいと思っていなかった。代表質問で初めに引退会見の席に座った心境は、本当いつかこの日が来ると分かっていたが、想像していた以上に辛い、寂しい、いろんな思いがある。まだプレーできると思っていた。決断の理由は、本当にこれまでたくさんファンの方々に支えていただいた。自分の体がもう悲鳴を上げている、限界に来ていると体が言っているので仕方ないと思い決断しました。誰かに相談した。家に帰って妻と相談したが、自分で決めること、体と相談しながら決めたこと。妻の反応は、最初に妻と話した時はファンの方々と同じリアクション、信じてくれなかったが、いろんな壁を乗り越えることを近くで見てくれていた。付き合いが長いからね、かっこ笑い。日本100勝まであと2勝だった。自分の数字を見ていただいたらわかるが、98勝84敗、勝敗がつかないのが81試合ある。この81試合の中で2つと思うと非常に畜生と悔しい思いがあるが、それも野球、致し方ないことかなと思う。もちろん今年の目標の一つとして100勝を達成したかった。外国人選手最多勝利を目標にしていた。それができなかったのは悔しい思いもあります。成功の秘訣は、日本に初めて来た初日から自分自身の心を開いて、新しい国で文化を尊敬しながら受け入れていくことが大事。過去に日本でプレーしたことある選手から話も聞いていた。心を開いて柔軟に文化に対応していくと心がけていく。それが一つかなと思います。思い出のシーンは、最高の思い出は2014年、これだけタイガースとジャイアンツの伝統を2チームが戦って、そのジャイアンツ相手に4連勝したクライマックスシリーズ、印象に残っている。ライバルのジャイアンツ相手に好投できた日、特に甲子園でそれができたのは思い出。辛いことはいっぱいあったが、最下位で終わった年は一番辛かった。マイナス10年間守り抜いた甲子園のマウンドは、ここで涙が溢れ出てしばしの沈黙。本当に大きな意味を持った場所でした。マイナス50年前、バッキー投手のエースがいた。彼の存在は非常に大きいです。
彼が自分自身のファンとしていてくださった。100勝の彼の記録を抜くというのを一番望んでくれていた方。大きい存在だった。バッキーとは、特に妻がメッセージのやり取りや電話をして良好な関係を築いてくれていた。僕が数字を残すことで、またバッキーさんの成績がメディアで取り上げてもらえる。そう思ってバッキーさんの家族にもすごいことを成し遂げた方だと思ってもらいたかった。そこは誇らしげに思うし、嬉しく思います。タイガースの投手、若手投手に伝えたいこととは、たくさん、本当にいい球を投げる若手がいる。応援し続けていきたい。自分が言えることは、一生懸命に頑張っていれば、必ずいいことが起こる。自分自身で限界を決めず、追い込めるところまで追い込んで、練習をしてほしい。ほとんどの投手が、自分はルーキーの時から見ている。頑張ってほしいね。今後のビジョンは、想像しがたい部分があるが、たくさんの時間を野球に割いてきた。これからは奥さん、子供たちとの時間をまずは、じっくり楽しみたい。ファンに向けて、本当にこれまでたくさんの応援、サポートに感謝申し上げたい。野球をやっている姿で皆さんが笑顔になってくれる。そんな経験はなかなかない。自分が好きなことをやって、人々の笑顔を作ることができた。皆さんに感謝を伝えたい。9月29日に引退試合として投げさせていただきます。皆さん、チャンスがあれば球場に足を運んでいただいて、自分が最後に投げる姿を見ていただきたいと思います。覚えてもらえるような心に残る投球がしたいと思っています。対戦してワクワクした打者は、自分がよくやられました。ジャイアンツの坂本選手。本当に彼とは対戦も楽しみましたし、いい成績を残された。いい選手だと思っていますし、よく打たれました。彼と対戦するときはいつもワクワクというか、胸の高ぶりはありましたね。